どうも皆さん、一流デュエルリンクス評論家のリュウです。さあ本日もですね、幹部会メンバーよりリンクスクイズがね、叩きつけられましたんでね、私、まあ、一流デュエルリンクス評論家として、負けられない戦いが始まりました。さあやっていきましょう。リンクスイラストクイズ第1問目、ハテナに書かれている動物はひらがなでお答えください。ちょ、そういう感じ、そういう感じですか。カードは挨拶なんで、これ局所的張り切りだと思うんですが、なんだろう。でも多分これ小屋牧場とかそっち系だと思うんで、これ多分牛かなんかじゃないですかね。ひらがなでお答えください。多分牛、やばい、わからない、多分牛。ウィッチクラフトピットでハテナの部分に書かれている液体の色は、ちょっと待って、わかるかバカタレが、なんだよこの問題、ふざけんな。ピンク、黄色、紫、緑、青、あ、でも赤とかなんじゃない、多分赤なんじゃないかな。赤、でもなんかピットレって結構オレンジ色強かった気がするんだよな、カードイラストで。オレンジにしとく。あ、でもオレンジかもしんないな。ピンクは多分あれか、ピンクじゃねえんだよな、多分オレンジだ。オレンジやわ。全く自信ない。ハテナに書いてるモンスターの名称を正式なカード名でお答えください。あ、ペトルフィンって、精霊、これウィンダだっけ、上に乗ってんの。ペトルフィンって。いや、ペトルフィンわかんねえな、上乗ってんの。ウィンダだっけな。いや、俺そこまで、俺もうなんかこのイルカの顔で判断してっからさ、わかんねえわ。これやばい。多分ウィンダだと思う。精霊獣、使い、ウィンダ。はい。これで、いや、ウィンダだと思うんだよな。確かウィンダだったと思うんだよな。いや、これも自信ねえな。やべえな。ちょっとうちの幹部会のメンバー性格悪すぎないか。これはハテナに書いてるモンスター名を正式なカード名でお答えください。うわ、ムーンライト、リンカーネーションダンス。これ確かに蝶々なんですよね。確かムーンライト、これ蝶々だった気がするんだよね、ここ。確か。月光、ムーンライト、あれはなんだっけな。漢字わかんねえな。待ってくれ。紫なんですよ。多分紫。紫。紫、ムーンライト、紫、ダメだ、わからねえ、なんだこの問題、紫だった、なんか蝶々だったと思う。紫、黄色、絶対違うけど、絶対ちゃう、わからねえ、確か紫だったけど、もう色で呼んでっからさ、こっち、わかんねえんだよな、やばすぎる、この問題。ハテナに書いてるモンスター名を正式なカード名でお答えください。これでもあれじゃない、占い魔女エンちゃんじゃない、多分違うかなあ、待って違うわ、占い魔女じゃあこれワンドローするやつや、占い魔女、ワンドローするやつってなんだっけ、シーちゃんだっけ、シーちゃん、いやこれなんか確かワンドローするやつだった気がするわ。うん、なんか確かね、髪の色がなんか茶色っぽかった気がするんですよね、ここ茶色っぽいってことは多分シーちゃんだと思うわ、多分。いやーこれもあんま自信ないけど、さっきよりは自信あるな。でも多分ちいちゃんだと思う。ハテナに書かれている果物を選択肢の中から選んでお答えください。よし、知らんしとか意味わかんねえことになっちゃったわ。わかんねえなこれ。いちご、ぶどう、レモン、洋梨。わかるかバカタレが、そんなとこで見てねえんだよな。ぶどう、レモン、でもレモンな気がするね。なんかレモン、こういうなんかおしゃれ系女子って大体レモンの、もうあれ想像でしかないけど、レモンの、アクセサリーみたいなのつけるんで、多分レモンですね。はい。で、ハテナに書いてるモンスターの名称を正式なカード名でお答えください。ネクロイドシンクロか。ネクロイドシンクロはね、ここなんだっけな。これは、なんかね、ジャンクだったと思うんだけど、ジャンクまでは確定だと思うわ。ジャンクなんちゃら、ジャンクコンバーター。違うな、そんな新しいものじゃないな。ジャンクアンカーだ。多分ジャンクアンカー。確か。ちょっと間違ってたらごめんなさい。これも全く自信ありません。分断の壁。ハテナに書いてるカード名を正式な名称でお答えください。いや、わからんってわからんってわからんよ。何やここに書かれてるカード。またイラストさえ出てこん。イラスト1ミリもイラストが出てこん。一応適当に書いとくか。なんかここになんか羽は、そうですね、召喚獣、プルガトリオ絶対違うけど、絶対違う、わからんすぎる。で、ハテナに書いているモンスターの名称を選択肢から選んでお答えください。もう知らん、わからん、わからん、わからん。スクラップなんだよ、ここに書いてんの。そうなんだ。スクラップシャーク、スクラップワーム、スクラップブレイカー、スクラップコング。スクラップでもスクラップコングっぽいな。なんかこん中だったらイラスト映えするの多分スクラップコングじゃない。なんかゴリラみたいな、なんかちょっとかわいそうな顔してんじゃん。ってことは多分このプレゼントがおそらく悲しいんですよ。ってことはデザイン性が低いってことですよね。多分シャークとかかっこいいから確かで、スクラップワームかスクラップコングかどっちかと思うんだよな。多分ね、コングやと思う。多分これはもう本当にイラストから想像しています。なんだろう、答えを。で、10問目はハーピー、の狩場の123に書かれているロジャーモンスターの適切な組み合わせを選んでお答えください。え、これはイエローグリーンブラックじゃないの？これはイエローグリーンブラックでしょ、さすがに。これイエローグリーンブラックじゃなかったら俺ちょっと悲しいんだけど。イエロー、あ、そういうことか。123で選べってこと？あ、そういうこと？それは知らんよ。そんなの知らんよ。この問題考えたやつマジで性格悪いな。イエローブラック、俺が聞いたことじゃないけど、イエローグリーンブラック、多分イエローグリーンブラックやな。イエローグリーンブラック、イエローグリーンブラック、イエローグリーンブラック、ねえじゃねえか、ねえじゃねえかよ。グリーンブラック、ブラック、イエローってことはブラックブラック。こういう問題は大体センター試験方式で言うとブラックブラックっていうこのどっちかに絞られるんですよ。どっちかに絞られるんですよこれこれセンター試験めっちゃ思い出すな。大体こういう回答の時って最初のこの文字がかぶってる方がどっちかが答えなんですよ。でブラックブラックで、イエローグリーンかグリーンイエローかどっちかってことでしょ。で、基本的には、2がかなり多いんですよ。こういう問題って大体答えが2が多いんですよ。大体3と2が結構多くて2が多いんですよ。なので2ですもうセンター試験解いてるんですか僕は。さあ早速採点していきましょう。けっ、はい、よし、牛勝った、よし、あ、よし、あ、無理か、あ、無理ね、それも分かってる、分かったよ、あ、オッケーオッケーオッケー、あ、無理、はい、あ、いいよ、分かんない、はい、それ分かんなかった、オッケー、はい、意外といったら、なんか意外といったぞ。ちょっと1問目から正解見ていくか。これはなんだっけ、あ、これ牛だよね、これね。で、これは牛、局所的ハリケーンのここに書いてある牛と、これはまあ結構意外となんか想像に任せたみたいなとこありますけど、これ OK で、正解と問題文のこれがウィッチガーとピットレはオレンジ、なんか知んないけどなんか適当に勘で答えたら合ってたやつこれ実質不正解ですね。まあでもなんかオレンジっぽかったっていう記憶に基づく、まあ、一応理論はあった。で3問目は霊術界ウェン、あ、ウェンだったか、ここウェンか、除外から出してくるやつだよね、なんかを、はい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 。これちょっとね俺あんま霊術界でちょっとわかんないっすわ。で、4問目は、ムーンライト、パープルバタフライ。いや、惜しかった、めちゃくちゃ。めっちゃ惜しかったけど、漢字どんな漢字だろう。ちょっと漢字のしとくわ、どっかに。なんか、ほとんど分かってたんだよ。紫で蝶々だっての分かってたんですけど、この正式名称、しかもなんかカタカナ書いっていうね。カタカナで書くかいみたいな。俺漢字で書いたわ。漢字で書いてもちょっと間違ってたと思うけどね。で、5問目が、占い魔のちーちゃん。ちーちゃんは結構ね、まあ、これは割と自信あった。で、6問目が聖杯、あ、これブドウなんだ、知らんかった。なんか本物のカードはねどっかに出してきますけど、これブドウだったんだ、知らなかったね。で、7問目がジャンカンカー、そう、これはねカード名じゃねえや、カードイラストどっかに出しておきます。で、8問目がタイガーアックス、あ、タイガーアックスか、いや、これは分からんあったな、また絵も出てこんかったわ。タイガーアックスって言われたらへーってなるわへーっていう、まあ、トリビアの泉状態で、9問目が、スクラップコング、これ奇跡的正解、奇跡的正解きた。なんか理論に基づいたなんか謎の回答で奇跡的正解。10問目はこれは、いや1なんかい、違う、ブラックグリーンイエロー、違う、3なのか、多分3番だったのかな、多分やっぱそうでしょ。ほらブラックっていうのが最初に来てるっていう、これは合ってたんですよ。ここまで2か3かの2択、クソったれが、というわけでね、こういった本当に性格の悪い、クイズばっかりをね、出し合っている、龍の神回、ぜひ概要欄からチェックをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。これちょっとこのクイズ考えたらちょっとしばき回してくるわ。